ナミさん、お疲れ様です。ナミさんって、スーパーとかね、ドラッグストアとかホームセンターに行く際に、そのお店のオリジナルカードって作られてます？私結構ね、作るようになったんですよ。変な話なんですけども、余裕がない頃って、こういうものを作ることをあまり考えてなかったんです。作るのもめんどくさいし、ポイントが貯まっても、どうせ大した換金率じゃないだろうと思って、それよりも現金にパッパッパッパ払うことを優先してきたんですよね。でも今結構余裕を持って暮らしてる時にカード作ってみたらどうなるかなっていうふうにこういうチラシをね見るようになったんですよ。そうすると結構ね還元率いいんですよね。例えば 1% バックとしても年間で100万円使うとしたら1万円バックされるわけでしょ。10年で10万なんですよ。大した手間の差はないのに、っていうかこっちの方が簡単なんですよ。これ1万円チャージしたら、チャージした時に50円入ってるんですよ。で、使うたんびにポイントが 1% バックされるんですよね。そうすると手間もかからないし、金銭的にも得なんですよ。で、これが一生続くわけですよね。だからね、結構こういうカードって作ったらどうなるのかなってことを見る、読む、理解する、そのための手間を惜しまなければ作った方がいいなと思うんですよ。いや当たり前ですよね。だって作って損するんだったらこんなの企業が出してませんからね。でここにチャージをする、お金を入れることによってこの会社っていうのはお客さんから資金を集めることができるんで、借り入れも起こさなくて済むってことになるんで、まあ両方ともいいわけですよね。でこのダイレックスってもともと安いんですよ。そもそも安いのにポイントまでバックしてくれるっていうすごくいいビジネススキルをね、ビジネススキームを作ってるんだなと思いました。だからそういう仕組みの理解のためにもこれからもいっぱいカードを作っていこうと思いますけども、ナミさんいかがでしょうかね。はい、ちょっとね結構ね私ねカードを作るのがね好きになりましたね。まあこのカードっていうのはクレジットカードでも何でもないんで、別にね何枚作ってもブラックにはなりませんから、ほんとオリジナルカードなんで。ただし、チャージしたお金、このカードをなくすと、基本的にはパーになりますけどね。大事にしていこうと思います。それじゃあ、お疲れ様です。